スリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんは、名古屋出入国在留管理局に収容されていましたが、体調が悪化し、去年3月に死亡しました。遺族は、必要な医療を提供せず収容を続けて死亡させたとして、国におよそ1億5600万円の損害賠償と、収容中の監視カメラの映像の全面開示を求め、訴えを起こしています。今日の口頭弁論で国側は、映像の全面開示について必要性は認められないなどと主張しました。